はい。じゃあ次は何のゲームや。画長名探偵全編ああ、発こ売。れか。これアドベンチャーゲームなんですよね。ここまではそれなりに挑戦をこなしているようやけど、こっから先は果たしてうまくいくかな。今度は新しいハードのソフトで挑戦してもらうで。次の挑戦はこちら。課長は名探偵全編。名刺を入手して誰かに渡せ。この挑戦は物語の冒頭で入手できる名刺を誰かに1枚渡せば達成だ。名刺を渡したらコマンド操作メモでセーブしよう。名刺を渡したらコマンド、セーブが完了したら挑戦クリアだぞ。名刺を手に入れて誰かに渡せ。今度は謎解きが求められるアドベンチャーゲームやで。今までの挑戦のようにはいかんと思うが良いわ。ほな、頑張りや。はい。とうとうこの日がやってきたな。ゲームコンピューターフロッピードライブシステムのね、ディスクシステムみたいなもんですね。ついに我が家でもやってきたんやで。箱はまだ開けてへん。お前と一緒に読もうと思ってな。あ、見ようと思ってなか。もちろんソフトもちゃんと工程あるで。うん。お前ソフト見たらびっくりするぞ。めっちゃ薄いね。薄くてちっちゃいねんぞ。この中にゲーコンのカセットいろいろ入っとるなんて俺には信じられへん。今日だけはゲーファンは後回しにでもにしてもええで。はよゲームしよう。フロッピードライブのゲームってどんなんやろうな。めっちゃ楽しみやな。はい、あれ探し、まあまあ「さんまの名探偵」みたいな感じ。まあでも事件ものじゃないらしいですけどね。これね、これ面白いですよね。ガンデュエルね。ガンデュエル面白いですよ。二人同時プレイできますからね。浦川編集長になってんの？はい。これですね。いや、これはね、今のところ初めてですよね、実況プレイやるのは。はい。これまだやってないんですよね。実機でやった時もこれやれなかったから。ああ、ほんまや、ディスクシステムみたいになってる。ダウンローディング。ああ、この画面はディスクシステムとほとんど同じや。うん。はい。で、音楽が綺麗になってるんですよね。前編の最初から。この物語はフィクションです。登場する人物の団体ゲームは全て架空のものである。実際のものとは一切関係ございません。まあそりゃそうやろ。男たちラブ&ゲーム、いきなりやな。ラブ&ゲーム、どうする。我々愛するゲームは世界一。どうぞお待ちしておりました。どこですか。ということで本日の集会を終わりにします。怪しい団体やな。では最後に改めて聞こう。君たちはゲームを愛しているか。素晴らしい。これからも我々の手でゲームへの愛を広めていこう。ゲームに新たな世界を。さあ行け、ゲームの申し子たちよ。おお。謎の男。あ、これありの課長ですね。集会に集まる人数が随分多くなったな。ええ。我が組織の勢力は着実に拡大しております。あの計画はどうなっているんだ。
そちらも順調に進んでいます。すべてうまくいってますよ。そうか。君の目的達成まであと少しというわけだな。ふふ。あとはあなたから聞いた話をもとに彼らが踊り出せば。ふ。し。ん？誰かいるか？いるのか？警備員か。誰もいない。気のせいかな。まさか噂の。ああ、やっぱありの課長出てきましたね。鶴岡。ああ、鶴岡って AD、元 AD ですね。6代目だったかな。6代目 AD でね。ということが、昨日の夜あったんですよ。確かに話し声が聞こえたのに、ドアを開けると誰もいないんです。話し声が聞こえてるのに誰もおらへん。まるで怪談みたいな話やな。今まで信じてへんかったけど、七不思議のもうほんまの話もうわからんな。ほんまの話かもわからんな。なんやお前知らへんの。工場の七不思議。今工場はこの噂で持ちきりやで。ああ、せやった。お前新入社員やったな。それは知っとるわけないわ。お前、名前なんやったっけ？ああ、そうか。自分の名前か。じゃあ、普通に名前入れますね。白本と落ちます。そうそう、白本や。忘れてへんで、確認しただけやないか。まあ、よろしく頼むな。一緒に頑張っていこうやないか。ゲームセンター CX 工場はゲームのカセットや周辺機器を製造する工場だ。ゲームコンピューターのカセットはすべてこの工場で製造される。ああ、そういう会社なんや。僕は最近この工場で働き始めた新入社員だ。ゲームのカセットを作って問屋さんや販売店に出荷する。それが自分の仕事だと思っていた。それがずっと続くと思っていた。だが何気なく聞いた噂話があんな大事件につながるなんてこの時は思いもしなかった。それから1ヶ月後、事件が始まりを告げる電話のベルが鳴り響く。事務員、有野課長、白本さん、石川社長がお呼びです。何か大事な要件とのことですが。社長から呼ばれるなんて珍しいな。何や、何の用やろ。まあ、とにかく行ってみようか。なんだか嫌な予感がするな。まあ、こっからタイトルが出るわけや。ゲームコンピューター最後の日。あ、これで初めて操作できるようになる。はい。ありの失礼します。あれ、社長がおらんな。人のことを呼び出しといて、それはないわ。しかし俺たちの話って一体何やろうな。俺たちの話って一体何やろうな、白本。石川、お待たせ。いや、お待たせて悪かったね。あ、この人はあれですね。ナムコの当時の社長ですよね。うん。社長、どこ行ってたんですか？話って一体何ですか？実は君たちにお願いしたいことがあるんだ。仕事があるんだ。仕事何でもやりますよ。主に白本が。君たちも知ってるだろうけど、今会社のみんなの間にある噂が広まっていてね。知ってますよな、白本。工場の七不思議。そうそう。その七不思議について調べてもらいたいんだよ。なんでまたそんなことを。今度うちの会社でバンナムから発売される対策ゲームを生産するだろう。ゲームコンピューター史上最大のヒット作になるだろうと言われてるあの対策ゲームですよね。そのお仕事が控えているのにみんな噂話は気を取られてちょっと浮ついてるんでしょ。浮ついてるでしょ。それで仕事へ影響が出て、もし生産遅れが出たりしたら、会社が潰れちゃうかもしれない。だから君たちに七不思議の真相を解明してもらいたいんだよ。噂の真相を広まれば、みんな興味がなくなって仕事に集中できるでしょう。そんなんできるかな。これは社長、直々の匿名だ。返事を聞こうか。
はいかイエスで答えてくれ。答えが1個しかない。聞く気ゼロや。やるしかないじゃないですか。しゃあない城本、二人で頑張ろうやないか。それじゃあ、二人にはこれをあげよう。あ、名刺や。新しい役職の名刺だ。匿名プロジェクト用の特別な名刺だから、これを見せれば会社の人は協力してくれるよ。匿名プロジェクト。めっちゃかっこいいじゃないですか。匿名プロジェクトの名刺を手に入れた。はい。社長、がぜんやる気が出てきましたわ。それじゃ頼んだよ。いい方向を期待しているよ。任せといてください。行くで城本、会社のみんなに聞き込みや。移動コマンドで行き先選べば、この部屋から出られるで。じゃあ、移動しましょうか、早速。鶴岡、社長に呼ばれたみたいですけど、何かあったんですか？まさか発売前のゲームをこっそり遊んでたのがバレたとか、そんなことしてへんわ。実はちょっとした仕事を頼まれてるんや。何を操作しようか。私のこういうものでございます。これはこれはご丁寧に。急に どうしたんですか。あ、肩掛けが変わってるじゃないですか。匿名プロジェクトですか。偉くなったのか、左遷されたのかよくわからない肩書きですね。余計なことは言わんでええねん。今工場で噂になってる七不思議について調べとんねん。なんか知っとるなら教えてくれんか。いいですよ、何でも聞いてください。それが名刺を渡した。はい、これで操作メモすればいいね。はい、よっしゃ、記録完了や。これでクリアですね。もう簡単だからまだいいんですけどね。やったな、順調に挑戦クリアや。それにしてもすげえな、フロッピードライブって。何があってパスワードをいちいちメモせんでも本体に記録が保存できるんやって。もうパスワードは必要ないんやな。さすがにでかくなった分だけパワーアップしとるで。それにしても俺と同じ名字のやつが出てくるな。妙に愛着が湧いてまうで。最初の挑戦はこんなもんやろ。いわゆる小手調べやな。こっからは本格的に謎解きに挑んでもらうで。次の挑戦はこれや。誰もいない会議室を解明せよ。この挑戦は七不思議の一つ、誰もいない会議室の謎を解明できれば達成だ。無事に解決でできたら、コマンド操作メモでセーブしよう。セーブが完了したら挑戦クリアだぞ。七不思議の一つ、誰もいない会議室の真相を解明しろ。果たしてお前にその謎が解けるかな。ほな頑張ってや。フロッピードライブシステムのすごいところはな。なんとフロッピーが書き換えて違うゲームにできるとこや。まあそうやね。これからそういうサービスが始まるらしいで。しかも普通に買うより安いっちゅうのもお得やな。書き換えるとしたら、お前はどんなゲームがええの？シューティングやな。シューティングか。バリバリ撃って壊して難解な気分になるのもええな。そうは言うても俺は思い出を大事にする男やし、せっかく買ったフロッピーを書き換えなんてせえへんけどな。ありのオン。まだかな。はい、セーブしたとこからやればいいってことやね。最初からやることないよね。そう、操作再開やな。操作再開や。今日は張り切っていこうか。お前警備員なんやから工場の噂詳しくないか。噂とか詳しくないか。今七不思議の話が流行っとるやろ。全部は知らないんですけど、いくつか知ってますよ。誰もいない会議室、すすれなく周辺機器、どっちのロムが欲しいのの3つです。仕事からいろいろな部署の人たちに話を聞する機会が多いので、いくつか知ってますが、なぜ全部知ってる人はどうやらいないみたいですよ。何を操作しようか。また同じこと言ってんな。
これやな。誰もない会議室。これは部屋の中に人の気配がするのに誰も、中には誰もいないという話です。そうやってこの前お前が話してたことにそっくりやないか。そうなんですよ。じゃあ早速その部屋の場所を教えてくれ。すいません。実は、夜の警備はどうも眠くなっちゃって、うとうとしながら警備していたから、あの時自分が一体どこにいたのか全く覚えてないんです。怖くなって逃げ出して気がついたら、受付まで戻ってました。ちゃんとして、仕事をちゃんとしてくれよ。それなら会議室の場所で知ってるやつ探さんとな。これは周辺機器の会議、廃棄場所から夜な夜なすすいなく声が聞こえる。耐久実験に使われてボロボロにされて捨てられる周辺機器の悲しみの声だという話です。なんか階段っぽいな、怖っ。どっちの色もが欲しいのというのはトイレに入っていると赤い色もと青い色もどっちがいいと聞かれて赤い色もを選ぶと目が真っ赤になるくらい不眠不休で働かされて青い色も選ぶと顔が真っ青になるくらい給料が減らされてしまうという話です。昔この工場で実際にあった話だっていう噂ですよ。昔の話なら工場長の菅さんが副工場長の安倍さんに聞いてみたら何かわかるかもしれんな、なあ、鶴岡、お前が聞いた話し声って、ほんまの話か。聞き間違いとかそういうことはないんやろな。人の嘘つきみたいに言わないでくださいよ。間違いないです。確かに人の声が聞こえたんですから。今度の工場で生産する対策ゲームについて何か知っとるか。僕は警備員ですから工場の仕事はわからないです。でもすごい人気があって、予約も殺到してるって聞きましたよ。はい。あ、間違えた。突っ込むは、あ、そうか、突っ込むでそれか。ACP ビッター。それかに聞いたんやけど、ちょっと待ってくださいよ。いつの間に僕が七不思議のことなら知ってるキャラになってるんですか。少しだけなら七不思議の噂は聞いたことありますけど。じゃあちょっと、他のとこ、移動、事務室工場、マップへ。工場。ここか。今日も男前やな。笹野、今日も男前やな。あーね、笹野ね。二代目 AD の笹野ですね。有野さんに白本じゃないですか。その、男前っていうのやめてもらえませんか。恥ずかしいじゃないですか。否定はせえへんのね。七不思議について知ってることはないか。そうですね。誰もいない会議室ですけど、もしかしたらあそこなのかも。あそこ？最近気がついたことなんかないか。そうですね。最近はみんなの作業着がなくなってしまう事件が多発してます。僕が作業着を着てないのも実はそのせいなんですよ。誰かが盗んでいったとか、作業着なんか何に使うねん。ちゅうか、俺、作業着が無事なのもそれはそれで腹立つな。俺の作業着、ああ、そういうことか。ちょっととりあえずね、七不思議だけ突っ込むことにしましょうね。各いろんな人にね。移動するか。ボケでどうすんの？あ、見てたのに。七不思議突っ込むやな、社長、実は七不思議について全部知っとるとかそういうことはないですか。知らないから捜査お願いしたいんだよ。早く捜査進めてくれ。
そう。あと、高橋やないか、事務所、事務の仕事ははかどっとるか。高橋ってどっちの高橋やろ。ああ、女の高橋か。四代目 AD ですね。はかどっとるかじゃないですよ。私の仕事増えすぎです。なんで事務が、私一人なんですか。高橋ってね、もう一人男のね、AD で高橋、AD 高橋っていうのがいますけど、これ最初の高橋ですね。高橋 AD ですね。まだかな？女性の方ですね。なんでジムが私一人なんですか。いろんな人が事務室に来るやろ。その人たちが何か不思議について聞いてないか。不思議どころか、いろんな噂話が入ってきて、どれが、直しの話なんかよくわからないんです。新人の高橋はよく、あ、新人か。高橋はよく知らんやろうけど、CX 工場は七不思議という、それはそれで、それはそれは怖い話があんねん。そんなのただの噂でしょ、知ってますから。ただとして単なる噂なのかどうか、ヒューヒュー、ドロドロドロ。まあ、やると、やりすぎだと思います。まだ調べてないことがあるで、会社の外に出るのはそれからや。ほら、行こうか。この時点で一回操作メモ取ってみましょうか。まだやね。あ、そらまだそう、そらそうか。誰もない会議室の場所に心当たりがありますよ。ほんまか。それはどこにあんねん。受付から階段登って3階の奥の、すごく奥の方に、今まで全く使われてない狭い会議室があるんです。その部屋、誰もいない会議室と噂になった部屋だって話ですよ。おー、それは調べてみる価値ありそうやな。でもドアがどうしても開かなくて中に入ることができないらしいです。なんやそれ。じゃあ詳しいことは実際には中に入ってみることにはわからんな。会議室まだあれやな。周辺経験の担当は笹のお前やったな。何かしとるのに隠しとるということはないやろな。まさか、そんなわけないじゃないですか。そんな声聞こえたら僕だって怖いですよ。最近気がついたことなんかないか。そうですね。最近はみんな作業着が、ああ、これさっき聞いたな。今度の工場に生産する対策ゲームについて何か知っとるか。そのゲームを生産するために生産ラインをフル稼働させてるそうですよ。そのせいで周辺機器のラインも一時的にロムの生産に使うそうです。困っちゃいますよね。お前、立場からしたら確かに困る話やな。誰もいない会議室ですけど、もしかしたらあそこなのかも。ここら辺ありますよ。いつから階段登って3階の奥に、すごく奥の方に今まで全く使われてない狭い会議室があるんです。その部屋が誰もいない会議室と噂になった部屋だって話ですよ。それは調べてみる価値がありそうやな。でもドアがどうしても開かなくて、まあさっき聞いたけど。移動できるかな、これじゃあ。これか。あ、ここや。これが誰もいない会議室か。確かにドア
がっつりしまっとるな。どうやったら開くんやろ。どうするんや。ダンボールに突っ込めっちゅうのはここに飛び込めっていうことか。お前先輩何すんねん、何刺すねん、なんで開けへんねんという言うてみたところで開くわけがないな。分かったで、ドアが入り口と見せかけてこの段ボールの箱はほんま入り口やねん。はいはい、ただの段ボールでしたよと。押してもダメなら引いてみろ。そんなに簡単にな仕組みなら不思議でもなんでもないわな。ずいぶんがっつりしたドアやな。押しても引いてもびくともせえへん。ゲームソフトを出荷するときに使う段ボールの箱が山のように積まれとるな。懐かしいな、結構前のソフトの箱やで。白本はこのゲーム知らんやろな。鈴ケイか。やっぱり疲れたときは酸っぱいもんが一番効くわ。一回食うとる場合か。ちょっと移動して。Go! あと。Go! この人にも聞いてみるか。今度の工場で生産する対策ゲームについて何か知っとるか。準備で今から忙しくなって残業ばっかり。残業中に変な声聞こえるし、たまには早く帰りたいです。残業していると誰かがすすり泣くような声が聞こえることがあるんです。私も怖くて怖くて。うん、どっかで聞いたような話やな。会議室と言われてもたくさんありますよ。CX 工場は改築を重ねてここまで大きくなったので、会社の中には入り組んでるし、ほとんど使われてない場所もあるので、どこの会議室の話なのやら。工場の七不思議、すすり泣く周辺機器っていうのがあるんやけど、ここら辺りあるか。あ、それです。きっとそれですよ。私が聞いた変な声。勘違いとちゃうの。そう言われると勘違いだったような、そんな気もしないでもないですけど。はっきり聞こえてきたときは、そのときはまた教えてくれ。ちょっと聞いたことないですね。鶴岡が言う話は、昔のことらしい。高橋が知らんのも無理はないかもな。保守的やなぁ。はい、匿名プロジェクト名刺アドレスになったんですが、約束も変わってるじゃないですか。これは事務所理事しないとまずいですね。この書類に必要事項を記入して早めに提出してください。これとこれとあれとこの書類も全部書いて持ってきてくださいね。なんか約束が変わるのもめんどくさいもんやな。はい、まずは会社にいる人たちに話を聞いてみんとな。おお、何バグったんちゃうのこれ。バグってるやん。何これ。このめっちゃバグってるやん、これ。なんで？よくわからんな。移動。急にバグり出したで。なんで？ GS やのに。これ、笹野がいるとこですよね。はい。誰か聞いてみ。俺の新しい名刺見る？いや、結構です。チラッとでも見たらええやんけ。釣れないやっちゃな。強引に笹の名刺を渡した。はい。急にバコり出したな、なんか知らんけど。おお。まずは会社にいる人たちの話を聞いてみんとな。
うわ、余計バグった。こんなことあるんや。これは、まあいいや、一応セーブしてあるから、また、リセットしてあれすれば治るかな、これ。ちょっとこれはまずいよな。これ一旦リセットしよう。こうしよう。もうあれやけどね、時間、録画時間もあまり残れないけどね。まさかバグるとは思わなかったな。よかったよかった、治った。あそこの廊下も。はい。一応全部聞いといた方がいいですよね。まずは会社にいるったじゃないですか、聞いてみんとな。我が CS 工場が誇る最新のベルトコンベヤーや、効率よくログの生産ができるよう考えられて配置されとる。生産のスピードが3倍ぐらいになったん違うかな。数字は適当やけども。僕もいただいていいですか？ええよ。一本持ってって。ボケも必要なんかもね。とぼけないでください。有田さんって知ってるじゃないですか。今から会議するから会議室を押さえといて。何の会議ですか？どの会議室を押さえてればいいんです。もちろん誰もない会議室や。それ、七不正の話じゃないですか。有野さん、七不正も興味があるんですか？実は僕もちょっと興味がありまして。おう、それは初耳やな。そんじゃ何か知っとることを教えてくれ。そんなの聞いたことがないですね。周辺機器管理している僕がいいんだから間違いないですよ。いや、ちょっとわからないですね。僕は周辺機器担当ですから。聞いてないけど、ちょっと待ってくださいよ。いつの間に、ああ、これさっき1やったな。宇宙戦争のあのゲーム、鶴岡なら3本予約したやろな。1本だけです。1本で十分じゃないですか。でも、予約するのも一苦労でしたよ。お店でソフトの数が確保できないらくて、予約断られている人もいましたしね。
社員優先の予約とかないんですか？CS 講座のことは何でも知ってる、それかに聞いたんやけど、噂の会議室の場所知っとるんちゃう？何でも物知りのキャラにしたいんですか？知らないものは答えられないんですよ。この CX 工場はいくつもの会議室があって、使われてない部屋も結構あるんです。噂になってる会議室も一体どの部屋のことなんや、なら。シク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 。なんで脈絡もなく泣き真似してるんですか？お前が警備中に聞いた声ってこんな風にすすり泣く声やなかったか？いや、泣き声ではなかったですね。誰かが密談しているような声でしたよ。どっちのロムと言われてもな。何でも知ってるソロかやったら どっちのロムがええんや。何でも知ってるキャラに仕立て上げたいのは僕はメガネだからですか。はい。じゃあね。こっちもボケやっとこうか。新人の高橋はよく知らんやろうけど、CS 工場には7口がいる。これはそれ怖い話があんねん。そんなただの噂でしょ。さっき聞いたな、これな。高橋くん、会議室の準備してくれたまえ。何ですか、急に。いや、準備してもろた会議室が噂の会議室やったら、そろそろ、おご終わるなと思って。すぐ終わる、あ、すが、すぐ終わるなと。そんなこと言われても、高橋くん、グラビアみたいに読んでもダメです。残業してると変な声聞こえて怖いんです。有野さん何とかしてくださいよ。高橋も女の子みたいなとこあんねん、あんねんやな女の子やんか。怒りますよ。キラリーン。やっぱり疲れた時は酸っぱいものが一番効くわ。高橋も威嚇か。私酸っぱいものはちょっと。吹っ込んでみて。まあ、そうやろな。一旦ここで操作もしておこうか。とね、いつバグるかもわかんないから、一応まめに操作メモ取っておきましょう。それかお前も書くか。いや、僕はいいです。断るか。お？もう録画時間終わりですね。はい。ちょっと一旦じゃあ、ね、動画終わりにします。はい。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。どうしようかな。はい。ゲームセンター CX 有野の挑戦状2の続きをやってるとこですね。アドベンチャーゲームのね、課長は名探偵やってるとこです。はい。マップがまだいけないか。ほな、行こうか。ここでボケて。ナノスについて何か知りませんか？それを調べてくれと言ってるなら早く捜査を進めてくれ。社長は冗談通じへんな。ボケるときは相手がタイミングを見計らう必要があるんやで。対策ゲームって言いますけど、ほんまにそんなすごいんですか？すごいよ。どれくらいすごいかというと、とにかくそういうことになっているんだ。全くわからん。詳しいことはバンダムのプロデューサー、佐々木さんに聞いてみるといいよ。バンダムに伺うときは名刺を渡して丁寧に挨拶してくれよ。社長、会議のお時間です。おお、そうか。では早速。待ちなさい。君は私の一緒でも何でもないだろう。いや、社長が向かう会議室が実は噂になっている会議室だったという点、
展開だといいなと思いまして。見たか知らんと社長が緩くて乗り突っ込みしたで。キラリーン。おお。ほな行こうか。社長室。行くところがなくなってきたな。あ、そうか、調べるっていうコマンドやってなかったよね、まだ。してないとこあるの。ここ調べるまだやってない。自由に調べる。あ、そうか、会議室調べた方がいいな。ここ調べた方がいいね。一番怪しいもんな。あ、カーソルないのか。出ないのか、カーソル、ここは。どうやっても開かないんやったら発想の転換が必要なんやと違うかな。例えば思い切ってボケてみるとか。ボケる？お、そんなに簡単に開かない。大体の段ボールでしたよと。カーソルを動かすのがないんですよね。じゃあもうこれ、自由に調べるというのかな。そこや。ダムプレイヤーだ。中には、完成したパッケージがぎっちり詰まっとるで。そこや。シーコード名前が受け付けに、三千と輝いとるな。大げさに言ってみたけど。そこ？そこやないな。ここはさっきやったな。ほな行こうか。デスク。たくさんデスクが並んどる。一つだけ汚いデスクあるけど、これ誰のやね。あ、俺のやったわ。後で掃除しよう。工場のノルマ表やな。俺の成績は、まあまあ、ええやないか。俺のことは。行き詰まってきましたね。一通り話は聞いたけどなぁ。名刺なんか意味ないもんな。お、ええこと思いついたで。名刺をドアの隙間に挟んで影のところにこう引っ掛けて、あかん無理や。そうか。それかー。ほほー。
かんない。やることはないな、ここではな。ああ、またバグった。なんでやろうな。バグったらもうリセット押すしかないんですよね。これ話を聞いてですね、よくバグるんですよね。ここに戻るときにね。一回ね、一通り聞いてみましょう。阿部さん、はい、
で移動。じゃあこれだ。じゃあ話が多いな、やっぱりな、どうしてもな。どういうこと？難しいな。ほな行こうか。これはもうあと社長室しかないよな。この人に名刺渡したらどうなんだ。いや、特命公約の特別な名刺だ。社内の人間に名刺を見せれば心よく協力してくれるだろう。社外では最初に名刺をお渡しして、きちんとしたご挨拶するんだぞ。あ、ここでソフト面を取るか。はい。難しいなぁ。いるわけないわ。お？お？いる？なんかいる？うわ、変わった展開が。ん？なんか声するような。
ああ、聞こえないよ。俺は何も聞こえへんで。助けて。あ、聞こえない。何を操作しようか。あ、聞こえない。助けてって出たな。もしもし誰かいるんですか？あ、おるわけないやん。気のせいやって、気のせい。助けて。やっぱりいる。ん？助けてって言わんかった。やっぱり誰かおるんやな。しかもこの声どっかで聞いたことあるような。おい、大丈夫か？助けたいのは山なんやけど、ドアが開かへんねん。このドアどうやったら開くんや。横、ドア横。横ってどういう意味や。横何かあるっていうことか。どうするんや。押したり引いたりして、開け閉めするドアと見せかけて、実は横にスライドさせると開くとか。まさかそんなわけ。お！開いた！なるほど、そういうことか。ドア、横に開いた。このドアノブがついたら、横には絶対開かんやろ。中で誰かが助けを求めとる。早速入ってみようか。有野、失礼します。有野さん。うわ、なんか呼ばれた。有野さん。足元でさ、足元。足元。井上、お前こんなとこで何しとんねん。実は僕も会議室のドア開ける方法に気がついて、早速ドア開けて中に入ったら、床が抜けて足が挟まってここから動けなくなっちゃったんです。なんやねん、しょうもないな。手を貸したるから、足を引っこ抜けよ。せーの、よいしょ。いたたた、痛い痛い。我慢せよ、よいしょ。たた、あ。井上、抜けた、抜けました。ああ、よかった。井上はね、3代目 AD ですね。あ、じゃあ4代目か。ん？ちょっと待って。あ、4代目ですね。4代目 AD です、井上が。ほんで、さっきの女の子の高橋が5代目 AD ですね。で、6代目が鶴岡ですね。はい。どうした？はい。ほんまにしょうもないやっちゃな。しかしずっと使われてないって言うから、中は相当汚れてるんやなと思っとったけどな。なかなか綺麗やんけ。部屋の中には何か不思議があんのかな。ちょっと調べてみようか。じゃあ僕は失礼します。助けてくれてありがとうございました。なんでそんなに慌てて出ていくねん。なんか怪しいな。ここで操作するメモ取るか。一応ね。ここちょっと進んだから。まだノルマ達成じゃないんや。誰もいないなんて言われとる割には随分綺麗にやし整理されとるな。テーブルにホワイトボード置いてあるものは何の変哲もないわ。ホワイトボードや。という割には掃除ができ行き届いてて綺麗やな。実際にはよく使われてるかもしれん。だから普通のホワイトボードやけど、何かいろいろ書いてあるな。あんまり仕事とは関係なさそうや。テーブルか。テーブルか。そんなにテーブルに突っ込むパターン持ってへんわ。そこでボケて。ボケようがないくらい普通の会議室や。こういうのを見ると落書きしたくなるね。これは立派なテーブルですな。リラックスして、集中した状態で会議に臨めるよう、白を基調としたカラーリングになっていて、足は丈夫でしっかりしてるから会議の資料もたくさん積まれても大丈夫。ん？これはテーブルの下に布団があるぞ。
お菓子と漫画もあるやんけ。これだけ見るとまるで友達の家に来たみたいや。パターン入った。謎はすべて解けたで。井上は誰もおらんという、この会議室で誰も来ないのをいいことにサボっとった。テーブルの下に隠れとるから気配がしても姿が見えなかったんや。サボっとんのがバレそうやったからこそこそ逃げよったんやな。これが誰もない影室の真相っちゅうわけや。直杉の誰もない影室の謎を見事解明した。直杉というか、なんというか、真相が明らかになってみると実際しょうもない話やな。まあ謎が解けたわけだし、社長に報告にしようか。これで捜査線メモしとらえばいいんちゃうの。よし、記録完了。よし、これで終わりですね。いや、結構時間かかったな。またあと2つも謎解きあるからね。前編だけなんやろ。特に後編が出るみたいけど、ほんまに間に合うんかやな。きっと今頃必死になって作っとるで。まさか宣伝しといて出えへんっていうことはないやろうな。そういえばコントリーラーの T シャツプレゼントに応募してん。コントリーラーってあれや、ゲーファンの意表紙のやつ。当たるかな。当たったらいいな。お見事。まずは最初の不思議な真相を解明したようやな。こんな風にコマンドを使いこなして謎を解いていくんやで。ほな、次の挑戦にサクサク行ってもらうわ。すすりなく周辺機器を解明せよ。この挑戦は七不思議の一つ、すすりなく周辺機器の謎を解明できれば達成だ。無事解決できたらコマンド、操作メモでセーブしよう。セーブ完了したら挑戦クリアだぞ。七不思議の一つ、すすりなく周辺機器の真相を解明しろ。だんだん推理っぽくなってきたやろ。工場に広がるちょっと怖い噂話。お前に真相がわかるか。ほな、頑張ってな。今月のゲームファンマガジン、早く読め。今すぐ読め。とうとう来たで、期待のあのゲームが。シューティングや。スタープリンスにはめっちゃハマったわ。あれ、そういえばお前スタープリンス知ってる？もちろん知ってるよ。お前、未来から来たはずなのに知っとるなんてさすがやで。シューティングブームを起こした傑作ゲームやったな。去年の夏はスタープリンスで盛り上がったな。そのトマトが同じぐらい盛り上がるようなすごいシューティングゲームを今年も発売すんねんて。いや、楽しみやな。今年の夏も安倍名人に会いたいわ。安倍名人？カメラ安倍が名人になってんねや、このゲームでは。安倍名人が語るガンジュエルの魅力とは。これが、そうか。カメラ安倍なんですよね、ゲームセンター CX のね。それが、このゲームで安倍名人になってるんや。二人同時プレイができるんですよね。だから、アリノと一緒に二人同時プレイができるんです。アリノ少年と一緒にね。それなんか周辺機器を解決。この謎の鍵を握るのは、事務員の高橋さんだ。お使いに出たまま戻らない裏川を探して、印刷所の請求書を届けてあげよう。すると、どっからかすすりな気が。三つ目の謎、どっちのロムが欲しいを解決した後、浦川の安倍さんから4つ目の謎を教えてもらえると、浦川がその噂の被害に遭っているというので、工場に戻って話を聞いてみよう。いよいよ物語の後半へ。ラリーキング EX ね。
グミ美味しいんですよ、これグミね、はい、消えた消えた。早すぎね。事務室、はい。今度はすすり泣く周辺機器の謎解きってことですね。それは女の子やんか。これやってみようか。出た。おお。ほな行こうか。そうやね。ほな行こうか。あ、そう。誰かが密談している。会議室行ってみるか。ほら行こうか。ここにおるかもしれんな。井上いないか。いないな。ほほー。ああ、これしか言わないよな。ほら、行こうか。社長室行ってみるか。あれ、せっかく報告に来たのに社長おらんな。有野君来てたのか、何の要件だい。社長、七星のやつ誰もない会議室、謎を解くことに解明しましたよ。
本当かよくやってくれたね。僕と兄の課長を会議室に連れて石川社長に報告した。しかし案内部屋があるなんて社長は知らんかったんですか。CS 工場がゲームコンピューターのロムの製造で業績を伸ばしたのは君たち知っているだろう。増え続けるし、注文に応えるために工場の各長が必要だった。そのために増築を重ねたので、入り組んだ構造になってしまったんだ。こんな工場だから私でも把握できない場所があるんだよ。確かに工場の中はかなり入り組んでますね。操作は地道にやらんとダメみたいだな。しかしあの部屋でサボっている社員がいるなんて、たまに休憩するくらいは多めに見てもええんちゃいますが、今は休んでいる時間も惜しいんだ。社員をかけた大仕事だから、万に一つのミスも許されないんだよ。なあ、城本、社長ってこんなに厳しい人やったっけ？何ボソボソ言ってるんだ。それでは捜査を続けてくれ。社外に出ている社員もいるから、会社の外に出てみるといいよ。なるほど。なんて噂あるみたいですよ。周辺機器ね、連射コントローラー以外は周辺機はあまり売れないんだよ。もうこれは外出てもいいかな。お、あれはカンさん、カンさんやんないですか。あープロデューサーですね、このゲーム、あのゲームセンター CX のアリノ。誰だったっけ、君は。新入社員の白本やないですか。いくら忙しいからって恐れたら飽きませんよ。悪かったよ、そう言うなって。カンさん、忙しいとこ申し訳ないですけど、ちょっと聞きたいことあるんですね。あーごめん、今本当に忙しいんだよ。悪いけど後にしてくれないかな。相変わらず、ずっすね。仕事で外出するけど、俺がいないからってサボるんじゃないぞ、じゃあな。言ってもうた。相変わらず忙しい人やな。結局七不思議のことは聞けんかったわ。ここで操作メモ取っときますか。一応うまめに。いつバグるかわからんからね。外におる際に話を聞いてみろと社長が言ってたけど、闇雲に探しても見つからんわ。誰がどこに行ったんか事務室に探しても聞いてみよう。ほな行こうか。おお、高橋、ええところにおったな。いつもここにいますけど。それはええね。仕事で会社の外に出かける人って誰がおるの？中内さんがバンナムさんに打ち合わせに行ってますね。そのまま直帰すると言ってました。それと浦川さんがパッケージの印刷屋さんに請求書を取りに行ってます。浦川を外に行かせたんか。それはめちゃめちゃまずいな。あいつ恐ろしいほど方向音痴やねんぞ。人手が足りないんだったらしょうがないじゃないですか。それとカンさんは、それはさっき本人から聞いた。いろいろ教えてくれてありがとうな。助かったわ。中内さんの家は遠いから、直帰されると少しめんどくさいな。まずはバンナムいて中内さんを捕まえよか。これ操作メモ取った。もう画面セーブしとかないといつバグるかわからんので。やっと移動できた。あ、こういう感じなんや。後ろにいるのが俺ですね。なんかさんまの名探偵みたいになってきましたね。操作しようか。さすがに大企業だけあって受付嬢までおるんやな。よその会社の人にはいつものように突っ込めんわ。ちゃんとサラリーマンらしく挨拶せんとな。お名称を差し出した。アラクス CX コードのアリノと申します。佐々木さんと例のゲームの件でアポイントメントをお取りでしょうか。うちの
中内でが先にお邪魔しとると思うんですが、中内様、はい、確かにうちの中内が重要な書類を忘れてきよって、それを届けに来たんですね。では左手の奥のエレベーターの16階までお上がりください。そちらのオフィスになります。ふふ、要件は口から出まかせやけど、入ってしまえばなんとかなるやろ。中内さんを連れ出して後で話をすればええだけや。あんな受付嬢に名称を渡した。こんにちは。こいつが犯人や。あれ、有野さんどうしたんですか。うちの中内がお邪魔しとるはずなんですが。白本、この人は伊藤さん、バンナムの社員さんや。ここまで来たら、それはわかるか。うちの中内はおらんみたいですか。もう帰りましたか。そうですね。打ち合わせはついさっき終わったみたいなので、まだ外にいるんじゃないですか。そうですか。ありがとうございます。白本、急ぐで。間違えた。ほな行こうか。あれの長谷さん、まだ帰ってなかったんや。よかった。ああ、この人ね。なんだよ、あれのじゃないか。なんでこんなところにいるんだ。実はちょっと聞きたいことがありまして。家に帰るところだから、明日にしてくれないか。ちょっとくらい聞いてくれてもええじゃないですか。工場の七不思議の、いや、それは俺よく知らないし。知っている範囲でいいっすから、工場の何せは分かることを聞かせてほしいんですよ。だからそれはその、忙しいからまた明日な。それじゃ行ってしまったか。行ってもうた。なんであんなに慌てとんねん。どう見ても何か知っとるで。後でまた聞いてみよう。今は他の人に探して話して聞いてみようや。でも裏川を探すのは億劫やな。めっちゃ方向音痴やから今頃どこにおることやら。目的地と真逆の方向に行っててもおかしくないで。どこ行くんや。夜道する。今はないで。地点かな。印刷屋に行ってるとか言ってたな。印刷屋ちゃうわ。なんか、あ、ここどこ。適当に入るしかないわ。安倍さんが住んでんね。うちの副工場長の。今ここは誰もここにおらんやろうな。安倍さんがいつも行ってるバイクはないし。そこ。ほな行こうか。まだかな。ゲームショップ。おい、やっぱゲーム屋さんはええな。ゲームがいっぱいでどれを買おうか迷ってまうな。須田、ああ、須田さんおるんやね。これもゲームセンター CX のスタッフですね。いらっしゃい、有野さん。今日は何を買ってく。おう、須田ちゃん。白本は知らんかな。この人が店長の須田ちゃんや。ゲームってどう思います。いや、おかげさまで予約もいっぱいだね。今までないくらい売れるんじゃないかな。このゲームは一緒にゲーコン本体も予約した人が結構いるから、ゲーコン本体の売り上げもこれで一気に伸びるんじゃないかな。お店の中には結構お客さんがおるな。うちで今度生産が始まる対策ゲーム、ファイナルクエスチョン3も予約は始まっとる。工場の仕事は忙しくなる前、この匿名プロジェクトを片付けたいな。あの対策でももう入荷してるとそうちゃいますか。そんなわけないじゃないですか。自分の会社の仕事ぐらい覚えといてくださいよ。はい、じゃあ移動しましょう。ほな行こうか。こんにちは。 CS 工場のありのですけど、誰もいないみたいやな。不用心やな。泥棒と勘違いされてもかなわんし、今はひとまず帰ろうか。何の建物やったんやろ今のは。ちょっと。アリの寄り道してる暇はないで、事件解決しよう。あ、ここどこ。まだかな。
何を操作しようか。これ駅やね、なんかの。無賃乗車しようとすると切符パチパチするやつで指をパチッと挟まれるらしいで。お仕事ちょっと邪魔したらあかんで。どの電車に乗ったら幸せにたどり着きますか。それですが、北海道に幸福という駅がありましたので、あ、すいません。真面目に解散といて恥ずかしいわ。めっちゃ恥ずかしいわ。はい。車に気ぃつけや。これまあ、足しとんのかい？随分大きなマンションやな。綺麗やし、静かやし。あ、何しての噂の住民の人？あ、すいません、こんなところに住めたらええな、思て、フラット入ってきてしまいましたわ。お兄さんは、僕はこのマンションのオーナーさ、内山といえば、この辺では有名だと思ってたけどね。知らん、全く知らん。知らないの、うわ、引くわ。保守的やな。名刺を差し出した。誰でもいいんだけどね。芝居立ってもええか。うちは名刺を渡した。発売されるゲーム興味あったりします？うん、ゲームね、まあお金いくらでもあるから、そんなに言うなら買ってあげてもいいよ。なんか気がついたことってあります？そうだね、ブルドックっていうが犬の、あれ犬だったんだよね。他の犬と顔が違うから気がつかなかったよ。ドック言うてるやん。ほんまにどうでもええわ。他に何かありませんか？そうだね。この部屋の住人はよく植木の世話をしているの。どういうこと？相手にボケるのしんどいね。今やめとくわ。はい。まあ、あんまり関係なさそうな気もするね。なんか読み込んどるなぁ。おばちゃん、あれ聞こえへんのかな。こんにちは。おお、お前さん方がしばらく見ないうちにこんなに濃くなって、ほれほれ、そんなとこにおらんじゃ。お分かりなさい、お分かりなさい。おはぎでも食べていくかね。おばちゃん、あ、これあれや、何やったっけ、あの、何やったっけな、あの人や、ゲームセンター6のスタッフのね、ちょっと名前忘れたけど、いますね、うちのばあちゃんが目が悪くて誰かと間違えてるみたいです。そうやったんですか？じゃあ誰と間違えてんのやろ。お兄さん誰なん？藤本、あ、そうそう、藤本さんですね。はいはい。これ、先祖代々、先頭を経営してるんです。ほら、わかりなさい。シベリアの話を聞かせるぐらい。シベリアから何を話したらいいんやろ。ここは飯やろ。コードの直す必要をご存じゃないですか。そうですね、 CX 工場の方はよく来られますから。そういうのはばあちゃんは何か聞いたことあるかい？あんだって今日はいいお天気だね。知らないみたいですね。発売されたゲームですか？それはちょっと、それは食べ物かい？カツレツみたいなもんかい？ばあちゃん食べ物じゃないよ。知らんのに食いついてくるなんて好奇心が旺盛やな。あんまり参考にならなそう、ここは。お風呂。お風呂。英雄加減そうやな。のんびり使っていきたいところやけど、そんな暇ないな。パッパと済まそうにやったらええかな。壁一面に大きな富士山が描かれとるで。やっぱ戦闘と言ったらこれやろ。うん、なんか、一つのね、エドモンド・ホンダの面みたいな感じですね。はい。ほら、行こうか。ここは何やろ。まだかな。ああ、やった。裏か開いた。
あれここどこだろう。浦川、お前こんなとこで何しとんねん。有野さん、実は印刷所に請求書を取りに行く途中なんですが。浦川、ここはどこやと思う？公園ですね。お前が行くはずだった場所はどこや？印刷屋さんの事務所です。真逆や。会社から見て真逆。東西南北ひっくり返っとるやないかい。すいません。まあ、ええわ。人には、向き不向きがあるしな。請求書を受け取るんやろ。俺たちが代わりに行ってきたるわ。え、本当ですか？助かります。請求書を受け取ったら事務所に行って、高橋に渡してください。僕は工場に戻って別の仕事を頑張ります。何も聞けないやん、話が。会社と自分家は、には戻れるみたいやん。基本、奇想本能というやつやな。犬か。城本よ、あいつは恐ろしいほど方向音痴やから仕事を頼むときは気をつけてな、気をつけなあかんぞ。なんかあれですね、ランマ2分の1の量がみたいですね。めちゃめちゃ方向音痴っていう設定が。じゃあ移動しましょう。じゃあ印刷屋に行きゃいいのか。ここは何やろ。湖や、この町の観光スポットの一つやで、ひなびとるけど、ええとこやな。ちょっとしたゲーセンもあんねん。あとで寄ってみようや。こっか。あそこにおるのは、あ、安倍さんや。こんなところで何してはるんですか。なんだよ、ありのじゃないかね。見てわからんと。単車場転がしとったい。ああ、まあ、あれですよね。福岡弁ですよね。単車じゃなくて、ただのバイクのゲームやないですか。犯人誰か聞いてみ。安倍さん見てください。お名刺変わったんですわ。匿名プロジェクト課長、ほう、なるほど。出世したのありの。よかねよかね。いたたいたた痛い。そんなにバシバシ叩んでくださいよ。ためにレシを渡した。ナモスの数学周辺機で知ってます。あーん、誰が泣いとると。人前で涙ば流すようなやつは根性が足りんのか。ヒゴモッコスの風上にも応援ばい。ヒゴモッコスは熊本や、安倍さん博多生まれやないですか。ゲーコンのゲームもやけど、アーケードの飲みでも遊ぶもまたええもんやな。安倍さんは昔から福祉施設工場で働いてるんですよね。赤い色もと青い色ものどっちが選ばれる話で詳しく知らないですかね。バカにしちょろ。まったくうるせえな。なんでどっちか選ばなきゃならんねえ。どっちも選ぶ。もらえば、どっちももらえばよかねえ。ナクシについて何か知ってますか？うるせえよ、俺はそういう子供騙しみたいなほざけた話は興味なか。わあ、ゲームがいっぱいや。なあ、城本、遊びたいから俺にお使いをくれ。何やそれ。めちゃけもワニワニパニックあるやんけ。ちょっと遊んでいってもええやろ。ダメ、ダメか。両替機があるやんけ。両替してゲームやっちゃおうかな。あれ ?1000 円入れたのに小銭が出てこないやないか。出るか。おお。まだかな。道かくばってるな。ここやろね、多分印刷屋って。なんか読み込んどるな。ここやと思うねんな。ああ、はい、キベできた。あ、おった、テンション低いな。一旦ここで操作面も取りましょう。ああ、どうもキベです。この印刷所でゲーコンのソフトのパッケージとか説明書を印刷してます。初対面ちゃうわ、知っとるがな、それぐらい。あ、有野さん。おそきべくん、疲れてへん。ちょっと働きすぎちゃう。今日は浦川の代わりに請求書取りに来てん。あ、どこにしまったかな。
ダンボール箱の中かな。ダンボール箱って言われてもたくさんあんねんけど、どこにあるかは間違いないか適当に探してくださいよ。適当ってしゃあない白物探させてもらおうか。君に名刺を渡した。これか？そこや。どざこいもん染められとるな。そこや。まか？そこ。そこ。物が詰められた段ボール箱や、いろいろ入っとるから手分けて探すか、探さな、日が暮れてまうで。あかんわ、ガラクタばっかりや。白本、そっちは何かあったか。お、そりゃそれ、お前が今手に持ってるやつ、それが請求書やで。ようやったな、これで会社に戻れるわ。よし。はいよ。ありました、じゃあそれを持って行ってください。黙々と仕事しとるな。とても突っ込める雰囲気ちゃうわ。そうか、この人には話は聞けないよね。七不思議の話は聞けないってことやな。じゃあいいや、出よう。あれ？ちょっと待って。ここは飯やろ。いや、名刺は渡したもんな、だいぶ前にね。対策税も切らせたし、これか？いや、もうこんな話聞いてる場合ちゃうねんて。あ、使うか。これや。受け取ってきたで。はい。あ、よかった。浦川さんに任せたのを後悔していたところだったんです。ひどい言い草やな。だってまた変な声が聞こえてきたんですよ。だから早く仕事終わらせて帰りたくて。これは勘違いなんかじゃありません。声ってどんなんや。声ですか？そうですね。何か人がすすり泣くような、まさか。なあ。はい。事務所処理終わり。じゃあ、お酒に失礼します。おう、お疲れ。よっぽど怖かったんやな。すごい勢いで帰っていった。じゃあ、俺たち、今日の捜査はおしまいにしとこうか。お？あ？何や、なんか言うた？う？ちょっと白本、冗談はやめようや。う、シック、シクシク。うわ、マジか。工場の方から聞こえてくるな。行ってみようか。怖いな。これは聞こえ、ここから聞こえてくるな。やっぱ帰らへん。やっぱ、やめとこや。怖いもん。シク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 。笹野。シクシク。笹野、笹野やないか。有野さんと白本じゃないぞ。そんなに腰が引けて一体どうしたんです？こっちのことはええねん。それよりもお前、泣いとんのか。いや、泣いてないですけど。泣いとったって。シクシク言うとったやん。お前、明らかに泣いとるやないか。いい加減に認めたらええやんか。泣いてないですってば。工場、ない。工場のやっちゃな。これは、動かぬ証拠を突きつけんと絶対に認めへんやろな。一つの担当は、これはもうさっき聞いたしな。この、あれか？こいつ明らかに泣いてんねんけどな。足元は涙で水たまりができとるし。笹野、足元は水たまりできとるな。これはどう見ても笹野が流した涙やで。
前泣いとるやろ。いや、泣いてないですって。足元の水玉、どう説明すんねん。足元？うわ、何ですかこの水玉に。気づいてへんの？お前、流した涙やないか。泣いてないですよ。手汗じゃないですか。手汗でそんな風になるか。涙でも考えられん、へんけども。頑固やな、笹野は。自分が泣いとるのに自分で気づいてないみたいや。聞いたな。リピッタン。ほほー。それなく言わな声の正体を突き止めるんや。ちょっと怖いけどな。ここで一旦操作メモを取りましょう。はい。だいぶ進んできたんで。お前の頬に流れてるのはもうないやん。これは涙。これはやねん。ナウシュの一つ進みなく周辺機器の謎が解けたで。周辺機器の悲しみの鳴き声やと思われとったけど、実際は違う。ささの、単にお前が泣いとっただけや。え？自分で気がついてなかったが、だいたいここで何をしとったんや。僕は周辺機器のラインの担当で、ゲイコンの周辺機器をとっても大事にしていました。だけど、儲けが少ないからで、周辺機器のラインの、ロムの生産のラインに回すっていう方向らしいじゃないですか。だから、こいつらがかわいそうになって、なんとなく眺めてたら悲しくなってきて、ウー、シクシク、ジョン、スミス、ヒロシ。ああ、確かに泣いてる。周辺機器を思うあまり、思わず涙を流していたんですね。涙以上におかしいとこはあるけどな。なんでお前をつけとんねん。せめて雰囲気は統一せえよ。まったく人騒がさのやつやな。ビビって損したわ。これでまた一つ七不思議が解明されたで。七不思議の一つ、それなく周辺機の謎が見事に解明した。あとは、古株の安倍さんと菅さんに話を聞きたいところやねんけど、菅さんですか？菅さんならついさっき出かけていきましたよ。またか。相変わらず忙しいな。電車に乗ってしょっちゅうだそうですよ。今から駅に向かえば、待ち時間に話聞けるんじゃないですか。駅か。ひごと聞いたで、白本、早速駅に行ってみようやないか。駅？セーブしたかってんけどな。おった、カンさんおったで。おい、カンさん、ちょっと待って。どうしたんだ、ありの。俺は今から、しょっちゅうなんだけど、その前にちょっとだけ話聞かせてほしいんですわ。なんだ、話して。電車の時間があるから、手短にしてよ。ここで操作面も取ります。セーブしとく？はい、終わり。よっしゃ、また一つ謎が解けたな。犯人が自分が犯人やと分かっとらんとはな。なかなか厄介な事件やったわ。それにしても、マップ画面に行くときにロード画面ってかっこええな。あれはフロッピーならではやな。確かにフロッピーってカセットより小さいのに、サウンドも綺麗やし容量も重いんやろ。ずっとフロッピーでゲームできればええのにな。CD、DVD、何それ。未来ではフロッピーより容量が多いのか。多いのがあんの。じゃあフロッピーは一体どうなったんや。そうか、とっくに使われんようになったんか。時代の流れっちゅうやつだな。そんなん聞きたなかったわ。今はもうさらにブルーレイがね、ありますから。
おかしい、こんなはずちゃうかったのに、この挑戦もクリアされるなんてちょっと予想外やったで。せやけど次の謎はさらに難しくなっとるで。ほな、課長の名探偵の最後の挑戦はこれや。謎の一本足りないを解明せよ。この挑戦は七不思議の一つ、一本足りないの謎を解明できれば達成だ。無事解決できたらコマンド操作でセーブしよう。セーブが完了したら挑戦クリアだぞ。目星の一つ、一本足りないの真相を解明しよう。徐々に謎が解き明かされて急展開を迎えるで。お前は果たしてストーリーについてこられるかな。ほな挑戦頑張ってな。ところでちょっとお前に自慢してもええか。実は前に応募しとったプレゼントに当たったんや。じゃあ見てこれ見て、ゲームファンマガジンコントリーラの T シャツが来たで。ほんまに当たるとは思わんかったわ。 T シャツのデザイン位置が追加されました。タイトル画面の設定で T シャツは着替えられるで。あ、そうなんや。着るのはもちろん俺や。だって俺がもらってんもん。セーブそうしてなかったな、そういえば。よし、保存完了や。いや、時間かかるな、このゲームは。アドベンチャーゲームやからね。はい、最後の謎解きですね。捜査再開や。今日も張り切っていこうか。聞きたいことがあるから早くしてくれないか。どっちのローム？え？七不思議について知ってること聞かせてくれませんか？七不思議ね、昔から工場にはいろんな大阪話があったけど、最初は七つもなかったなぁ。ほんまですか？昔からある噂もあるし、最近聞くようになった噂もある。誰かがたくさんある噂話を七不思議としてまとめたんじゃないかな。ちゅうことは七不思議のくくり自体も誰かが流した噂やと。誰が何のためにそんなことすんねん。そんなに大事か。ただのいたずらじゃないかな。工場の七不思議のどっちのロムが欲しいって換算しとりますか？赤いロムと青いロムどっちがいいって聞くやつだろう。あれは昔の CS 工場でヘマをしたやつを辞めさせるために行われていた恐ろしい風習だよ。赤いロムを選べば眠れなくて目が真っ赤になるくらいたくさん仕事が回ってくる。青いロムを選べば仕事がすごく暇になる代わりに顔が青ざめるくらい給料が減る。どっちを選んでもきつすぎて結局は仕事を辞めてしまうんだ。それは確かに耐えきれんな。今ではさすがにひどすぎるから全く行われてないけどな。俺が新入社員だった頃は普通にあった出来事だよ。そうですか。それになくなってよかったわ。しかしこれで七不思議の一つ、どっちのロムが欲しいのなどが解明されたわけや。よし。はい。早いな。さんさんありがとうございます。役に立ったみたいでよかったよ。他に知りたいことがあるなら安倍に聞いてみればいいんじゃないかな。確かに安倍さんもフル株や工場の噂知っとるかもしれん。じゃあ俺は社長しょっちゅうに行ってくるよ。出張やね。もしかしたら長引くかもしれないけど、その時はよろしく頼むな。そう、サメも取るか。こんな時間経ったか。一本がどうのこうのって言ってたな。あ、ここどこ？車に気ぃつけや。こんなんやったっけ？あ、ゲームショップか。
これはまた行くとこ増えたからこれ。迷ってんの？あれやね。謎解きはかなり難しくなりそうやな。なさそうやな。誰もいないやん。いなくなってる。あ、そうか、帰ったんやったな、そういえば。工場が。サスナもうおらんのか。あ、サスナさんもう帰りましたよ。浦川、お前、遅番のシフトか。よく工場まで来られたな。方角は全部真逆になるくせに。何を操作しようか。浦川、七不思議についてちょっと話聞いてもいいか。すいません、今忙しくて、後にしてもらってもよかですか。よかですよ。あのゲームの生産がもうすぐ始まりますね。いやー、頑張らなくちゃ。一生懸命働いて、たくさんお金を稼いで、実家に高級な博多明太子を送るんです。もっと別のも送ったれよ。お前も笹野みたいに、作業着着とらんな。そうなんですよ。最近作業着がなくなる事件が多発してるのは知ってます。向こうの作業着も盗まれちゃって困っとるとですよ。長すぎて実は7つもないらしいで。あ、それ聞いたことあります。7つ目知ってしまった者は命を落としてしまうとか。あ、そうなん。適当に言うただけなのにまさかほんまにそうだとは思わんかったで。今日笹のこの人には名刺渡してなかった気がするね。お約束カーテン。まあ、裏側に渡してもしゃあないけどな。すごいじゃないですか、有野さん。あれ、あんまり嬉しそうじゃないですね。僕はもしかして降格したんですか？ちゃうわ、なんてこと言うね。まあ、昇進したわけでもないけどな。裏側に名刺を渡した。どこにおったっけな。ほな行こうか。会議室行ってみるか。ほな行こうか。誰もいないか。ほな行こうか。社長室、事務室、会議室、これどこ行っても誰もいないからな。真っ暗やなこれは。車に気ぃつけや。じゃあ、ここに、なんか読み込んどるな。木部さん。あんまり関係ないかな。無視されたね。関係ないか。なんか読み込んどるなぁ。道角張ってるなぁ。保守的やなぁ。しなくていいよ。うちはオタクみたいな大きな会社じゃないからさ。どうするんや。同じやなぁ。これは聞いたもんな、さっき。関係なさそうやな。誰もいないしな。なんか読み込んどるな。こんにちは、やってますか。お、飯田。あ、この人ね、飯田美穂さんっていうね、ゲームセンター CX のスタッフですよね。おかみさんにこんにちは。今日はもうお仕事終わり。
何を操作しようか。名刺を渡そう。私、役がありのと思います。わざわざご丁寧にすいませんね。でも、名刺いただいても付けにはできないわよ。焼き鳥屋かと思ってんね、思っててんけど、お品書きに鳥のメニューがないな。おかみさん、これ何の肉なんですか？それは企業秘密だよ。ぐでんぐでん酔っ払っとるば、話は聞けそうにないな。お前突っ込めよ。いろんなメニューがあるな。どれにしようかな。あ、これがいいわ。すいません。アップルパイください。はいよ、かしこまり。あ、ほんまにあるんや。あんまり関係なさそうやな。なんか読み込んどるな。このビル何やったっけ。なんか読み込んどるな。あ、そうか。マンションか。突っ込んでみて。難しいね。おお。風邪の時は鼻の穴にネギを足して熱いお風呂入るのが一番だよ。これは迷信を通り越してちょっとした儀式になっとるで。あかん。これでは集中できんな。あ、お風呂入った。入ってなかった。お風呂も入った方がいいかもしれん。おお、笹野。お、今日仕事終わりか。ここで仕事の疲れを癒してるんですよ。何を操作しようか。これ操作面はまだ後ででいいか。正直操作には何の関係もないねんけど、笹野、お前、俺に隠してる秘密あるやろ。急に何追い出すんですか。そんなものないですよ。なんでやねん。なんやねん。ねん、ねん。めっちゃ声響くな。聞きたいな。何ですか急に。別に秘密なんてないですよ。俺はどんな手を使っても笹の人を聞き出すで。変なところに情熱を傾けないでくださいよ。あそこに見える高い山、いつか登って。登れるか。壁にかかれる通る山に登れるか。どんだけトンチ聞かせなあかんねん。ふらしたりせんから素直に話したらええやんけ。だから別に何も隠せないですよ。分かった。そんなに言うなら俺の秘密を教えたる。これでそれでええやろ。そんなにええやろ、意味がわからないんですけど。俺、昔バンドやっててん。はぁ？しかも、髪型が一房だけペロンと長くなってんねん。はぁ？さあ、俺の秘密を話したことやし、お前の秘密を話してくれ。むちゃくちゃですよ。
俺がどんだけの前で秘密を発告白したと思ってんの。前髪一房だけペロンやぞ。何カーズやねん。それ聞いて僕はどうしたらいいんですか。全然押せる気なくなってきましたよ。ん？なんかあるんやな。特に秘密なんてないですけど、がぜん押せる気がなくなってきましたよ。ノリのとこは湿気とかで熱中症になって気持ち悪いやろが。操作メモ一応取っとくか、ここで。黙り込んで一体どうしたんですか。俺、なんでこんなに笹野の秘密聞きたがってんのやろ。こっちが来たいですよ。でもまあ、乗りかかった船ということも、技もあるし、せっかくやから教えてくれ。乗りかかったっていうか、完全に乗り込んできてますよ。しかも土足で。言うてくれよ。ここまで来て手ぶらで帰れへんわ。しょうがないですね。特別にいいことを教えますよ。前編をクリアしたらタイトル画面で今から言う順番でボタンを押してください。前編ね。左右 BB、 これをタイトル画面で入力です。きっといいことが起きますよ。んー、そうな。左右 BB。 前編クリアしたらやからな。またやもんな。同じことになってきたな。これ操作面もちょっと取っとこうか。これで、うん、あと一つなんか進んだ気がするから。これ聞いたな、さっきのな。じゃあ戻ろう。上裸やで。バンナム行くか。バンナム、努力のお買いください。そこでボケて。オフィス、この人はなんか知ってんのかな。
あれかな、関係ないかな。あ、そう。道角張ってるな。もう行くとこなくなってきたけどな。ほら行こうか。もうここにいる。知ってますか？うるせえよ。一個ぐらい知ってるんとちゃいます？カンさんやってそう言ってましたよ。うるせえよ。ねえったらねえんだ。こっちら江戸っ子木上寺千代。安倍さん博多生まれやないですか？なお先生でしとること教えくださいよ。わかったわかった、教えるけん仕方ないけん教えたるばい。俺が知っとんなこの話だ。一本足りない。あ、うちの工場で生産したローマ出荷前にちゃんと数を数えとろ。そうっすね、数が間違ってたらえらいことですわ。そのローマが数が何回数えても一本足りないという、それはそれは恐ろしいか悲しいばい。それは確かに恐ろしい。数が多かったら何でも数え直さんとはいかんですもんね。その仕事は浦川が担当しとるけん、最近数が足りないって言って泣きそうな顔しとった場合、もしかしたら今日も工場で泣きそうな顔なってるかもな。実際に被害者がおるんですね。それは話を聞いてみないとあかんわ。聞きたいことはそんだけね。お前にすごく聞かれて疲れた場合、これは帰るぜ。すんませんね、邪魔してもうたみたいで。まあよかよか、じゃあまた会社でな。おー、ちょっと進んだねこれ。はい、また続きやりたいと思います。ゲームセンター CX 有野の挑戦状2の、課長は名探偵をやってるとこですね。はい、続きやります。ロムの数が足りんかったらえらいこっちゃ。管理がちゃんとできてないとすると会社の信用も関わるで、早いとこ解決した方が良さそうやな。これで戻ろう。操作面をしとこうか。一応しておきましょう。進んだからちょっとね。それであとここ行けばいいね。なんか読み込んどるなぁ。一本足りない。夜の間にロムが一本足りなくなるらしいんや。警備中に怪しいやつか見かけへんかったか。怪しい人はいないですけど、社員の人は夜遅くまで工場出入りしてますね。例えば営業の人とか。じゃあ工場行きましょう。ん？ 29万9997本。やっぱり1本足りない。おう、浦川、今日もロムの数を数えとるな。ええ、でも、また足りないとそういうわけやな。アリノさん、なんでそれを、安倍さんから聞いたんや。お前が困ってるって言うから、助けに来てやったんやで。アリノさん、ちょっと、本気性がましいですから、ありがとうございます。一言、余計やねん。どうするんや？みんな言うけど、お前が数え間違えとるんとちゃうの？そんなわけないですよ。間違いが起きないよ。毎日3回数えてるんです。そして帰るまでに数えた時にはきちんと数が揃っているんです。ちゅうことは裏側が数え終わった後に何かが起きたかもしれんな。どうも数がいい。犯人はお前や浦川。ロムが足りないのはお前が盗んでるからや。え？何を言ってるんですか、有野さん。僕は疑うって言うんですか、浦川。冗談や。びっくりした。冗談でそんなこと言わないでくださいよ。すまんすまん。でもお前が数えるまではちゃんと数が合ってて、次の日には一本足りなくなってまうのは単純盗まれてるとちゃうかな。
でも七不思議のそれやナウスのように見せかければ疑いかけられなくなる。犯人はナウスを利用したとちゃうかな。じゃあロムがなくなるのは不思議な出来事でも何でもないとすると、一体誰が盗んだんでしょう。それを確かめるのが俺らの仕事やっちゅうわけや。なあ城本、何をするつもりですか。ズバリ張り込みや。犯人は夜の間にここに忍び込んでロムを一本持っていく。誰が何のためにやったのか知らんが、張り込んで現場を抑えればそこに解決するっちゅうもんや。よっしゃ張り込みや。テンション上がってきたで。城本アンパン食うてきて、張り込みにはやっぱアンパンやろ。それと裏川、お前はもう帰れ。毎晩遅くまでロム数えて疲れとるやろ。わかりました。そう言ってもらえると助かります。困った時はお互い様や。お先に失礼します。ほんなら城本、早速張り込み開始や。アンパンの準備はできとるんやろうな。さあ張り込みや。はよ犯人が現れんかな。1時間経過。井上ちゃうの犯人。そんなにそこに来るわけないか。うわ眠くなってきたな。羊でも数えて暇つぶ。1匹、2匹。あかん。これだと寝てまうやないか。時間が流れ。犯人が来る前に、城本、ええ話したるわ。七不思議を一つ思い出してん。ベルトコンベア返しや。夜になると操作もしてへんのに、ベルトコンベアが逆に動くっちゅう、まあそういう話や。真相は故障が操作ミスやで。もともとこのベルトコンベアはそういう方に動くもんないや。話すことはもうないわ。いきなり暇になってもうた。うわぁ、眠いわ。外はもう真っ暗やないか。勢いで張り込みや言う、なんて言うてもうたけど、張り込んだその日に犯人来るなんて、そんな都合のええことありえへんよな。あそこでなんかゴソゴソしてる怪しい人影が見えるけど、それがロムを盗んでいく犯人なんて。ありえる、それはありえるわ。城本静かにせえ。騒いだら犯人見つかるやないか。あいつ誰かわからんけど、こんなところでゴソゴソ何やっとるなんて怪しいことがあるで。俺がとっ捕まえたる。おいお前、そこで何しとんねん。お中内や。中内さん、こんなところで何しとるんですか。ありの、城本。いや、これはロムの点検を。ほら、点検だよ。点検って何すか。まさか中内さんが帰った。あ、逃げた。城本追いかけるで。中内さんどこ行くねん。はあはあ、ぜいぜい。あかん、逃げられてしもうたかな。やめてくれ。この失態は必ず。何の騒ぎや。俺たちは仲間だろう。この声は中内さん。ラゲ。助けて。ジョギャー。中内さんの悲鳴、人が聞こえたで。中内さん、大丈夫か。何があったんや。おかしいの、誰もおらへんぞ。あの悲鳴は何やったんや。中内さん。姿を消してもらう。一体どうして。これは不思議でも何でもない。事件や。あれ、一度社長に報告した方が良さそうやな。社長が来るまでここで待ってもらうか。謎の解明と事件の顛末を早く報告せなあかんしな。社長に報告を言える前に頭を冷やして状況を整理せん しといた方が良さそうやな。楽しくなさそう。一本足りないの真相はこうや。夜遅くに誰もおらんのに工場にこっそりやってきた犯人がロム一本持ち出した。でもいくら夜中とはいえ、工場に簡単に忍び込めるのはこう CX 工場の社員だけや。そして夜中に張り込みをした結果、中内さんが工場に現れロムを持ち出そうとしていた。たった一本持っていって、どうしたかったのかそれは分からへん。中内さんがどこかへ姿を消してしまうだからな。直しの一本足りない謎を見事に解明した。まさかうちの社員がロムを持ち出しとったなんて。社長が知ったらショックを受けるやろな。あれ、有野くん城本じゃないか。あ、作業着てる。有野くん頭のそれはなんだ。一体社長室で何をしてるんだ。いや、これは別に。それより社長、今日は作業着ですか。そうだよ。ロムの生産をお仕事だからね。僕もここでのんびりするわけにはいかない。忙しいとこ申し訳ないんですが、実は報告せなあかんことがありまして。僕と有野課長は石川社長に中内さんがロムを盗んで
ったことと、この現場、その現場を抑えたこと、そして中内さんが追いかけた姿を消してしまったことを報告したということがあったんですが、中内くん、そんなこと、それで中内くんはどこ？それが中内さんが逃げた方から悲鳴が聞こえてきて、声が聞こえた方に行ってみたら、そこには誰もおりませんでした。悲鳴が聞こえたということは気になるね。そうっすね。仲間がどうとか言うてましたから、他に誰かがおったかもしれません。もしかして誰かに連れ去られてしもうたとか。こうなってしまったら真相は闇の中だ。警察には連絡をしなくてええんですか。もう少し様子を見よう。事件が公になったら社員のみんなが混乱してしまう。君たちは引き続き砂不思議の調査を進めてくれ。わかりました。そんじゃ失礼します。こちらの行動がバレてるのか、石川。いや、しかし確信を持っているわけではなさそうだ。彼らはもう少し泳がせておくのが得策だな。あー、黒幕っぽいな。まさかの急展開でちょっと疲れてもうたな。この辺で捜査面を取って一息入れてもええかもしれんな。はい、これで捜査面も。はい、クリアですね、これで。はい。課長はメンターテーもこれで全部挑戦クリアや。良いミステリーな雰囲気になってきたな。この先の展開は一体どうなんねんやろ。後編も楽しみやな。どうやったフロッピードライブは。ゲーコンにオプションをくっつけてパワーアップなんて夢が広がるな。きっとこれからもいろんなオプションが、そりゃもうたくさん発売されんやろうな。どんどんオプションをつけてればすごいことになるで。このまま高く高くオプションを積み上げていったら、ゲーコンタワーが出来上がるな。果てしなく積み上げていって、最終的にはいろんなもんと合体して、きっとゲーコンロボになるな。はい、次の手ゲーム。シューティングですよね、次。あ、ガンデュエル。これ面白いんすよね。これは楽しみですね、次やるのね。待たせたな。挑戦するゲームを決めてきてやったで。次のゲームはガンデュエルや。トマトが送る新作シューティングやで。シューティングの暑い夏がまたやってきたというわけやな。そして最初の挑戦はこれや。ガンデュエル。ガンユニットの装備を切り替えて敵を倒せ。この挑戦は敵を破壊すると言って確率で出現するガンユニットを2個と以上取り、B ボタンで装備を切り替えた後に敵を倒せば達成。ガンユニットの種類は7つ装備があるぞ。敵を破壊すると一定時間で出現するガンユニットを2個取り、 B ボタンで装備を切り替えた後に敵を倒せば達成。2個取った後 B ボタンで装備を切り替えて、そんでもって敵を倒せ。1人プレイでも2人プレイでもどっちでも構わへんで。二つまで付けられる装備はメインとサブで切り替えられるんが、ガンデュエルの特徴や、装備の特徴を覚えて組み合わせを考えるんやで。ほな、頑張ってな。来たで来たでガンデュエル。待ちにまたトマトの新作シューティングはもちろん買ってきてあるがな。ゲームファンマガジンと一緒に。はい。今年も暑い夏がやってきたんやで。挑戦、そんなの後回しや。せっかくやから二人プレイで遊ぼうや。何のためにコントローラーが2個あると思てんねん。じゃあ、とりあえずセーブしましょう。ガンデュエルのね、行くぜガンデュエル。スターティングナウ。阿部名人ね。あ、確かにガンデュエル特集になってるね、今月号ね。全面、ほぼ全面ガンデュエルになってる。はい、課長名探偵後編。
浦川よしのとよかですか。はい。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしましょうかね。はい、次回またガンデュエルやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。